ごりを誠にありがとうございます。はい、今回ご依頼いただいておりますのは、これはボレロになるのか、まあ、女性もののトップスになるのか、ちょっとまあそういったお品なんですけどもね。はい、この袖の部分ですね、はい、なんか黒っぽいシミが、付着しております。原因については、ね、原因というか、まあ、付着物の詳細についてはね、特にお客様から申し出がない不明なんですけどもね。はい、素材ですね、素材の方がポリエステルと、レーヨンの混合ですね。はい、ご家庭で洗っていただける、表示ですね。はい、ご家庭での手洗い可能ということでね、なっております。はい、もうこの見た目ね、不溶性のものですね、まあ、分かりやすく言ってしまうと炭ですね、はい、水にも油にも溶けない、まあ、そういった物質の付着かと思われます。はい、それではまあ進めていきますけれども、あっさり取れるんだ、もしかしたら単に汚れてるだけなのかな。ちょっと拍子見てしまったけど、はい、まあ見立てがね、違う場合もね、ありますのでね、その辺はご容赦いただきたいと思いますけれども、まあ、とにかくね取れてよかったです。はい、まあ、この辺やってみましたね、これもこれは違うな、これはここにか。はい、ちょっとね、何が付着してたかわかんないですけどね。はい、これだと良かったです。はい、ご利用ありがとうございます。